これはナビかなんか入れなくて大丈夫なの？もう入れた方がいいんだ。ここからここまでみたいな。カナビ入れたら今だよ。え、メニューをして名称、はい、何ですか？おやすこ。おやすきよう検索、はい、長期規制区間を通るルートが探索されました。ルート変更から規制を回避するルートが探索できます。違うよね。ここだよね、国道ま、たぐるっと回るんだよ。じゃあ号線要はその先、ね、国道398号線を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。あっという間に着いたんだよね。そうだね。でもここの炒め込んで便所立派なのはびっくりだ。びっくりだったね。まさかの5キロ以上道なりです。どこよりも立派なボシュレットついてたんだけど、みたいなスイッチ類とかね。うん。ベンチャーもあったかかったね。盗んで帰るからと思って外して。ダメだよ。あれカメラなんかついてねえべよ。ねえ。もう持って帰るんだよね。外して夜来て。外してどうするの？自分家につけんの。つけられんだよ俺。そうなの？うん。よし気になったの。ついてるやつ怒ってたって。そう簡単につくんですよ。やっぱ俺もお金あれば買うんだけどね。1万5千円しないから。そうなの？はい、自分のところにつけないんですけど。お尻は洗った方がいいわね。山一つを迂回していくような感じだ。うわぁ、入隊さんに回れて、さっきそこから先に走ったら、暑くなってきたかな。都会の人はね、自然を求めて来るんだよね、きっと。ね、こういうのないから。ね、ポヨヨン、ポヨヨンの森。オートキャンプで、なんだろうね、ポヨヨンの森。ポヨヨンってなんか、変なお化けでもいいんだけど。こんなやつ、丸いやつ。ポヨヨンってね。
は要はダム関係者がする。ダム関係者じゃない、すごいね、こんなにお金かけて作ってなんだ、ね、店やってるし、おじいちゃんおばあちゃんの横に入ってくる。まあのお家のインターホン、なんかお兄ちゃんが最新のやつつけたとかね、来た人とかの最新のやつつけた。まあ誰もならさね、田舎というのから井田のだよ。怖いよね。何のために泊まる？怖い。川釣りかな？スキー。スキーか。疲れた？ここスリップしたらみんな田んぼに落ちるパターンになっちゃう、これ。そうそう。疲れた？ええ。いえ、全然。車優秀なんで、楽です。やっぱ夏タイヤの乗り心地が全然、ね、やっぱ硬いな。こそこそ。およそ700メートル先、左方向です。だって、ついに…あ、口よ。あ、どうしよう。あ、397ね。およそ300メートル先、左方向です。まもなく左方向です。左方向です。ここはいいのかな？ウインカーいられるのかな？5キロ以上道なりです。16度だってあったけんね。この辺で16度だよ。もうあったかいっちゃもう。
スタンドなんかもうみんな地元のこの辺の人しか使わねえようなとこだからこれ衣装店ちょっとしたコンビニ併設だ。わあ。いやあまり古いとこ住みたくないな何もなさすぎるよ、ちょっときついな。あんまりどころかいいな。不便だしな、大事にして。なんでみんなこんなことするのかな、この人たち。すごいよな。ところで、学校ってどこに行ってんの学校。学校ないよ。コンビニがあれ、コンビニってどこにでもあんじゃないの。コンビニないんだけど、全然すごいな。ダメなんだよね、ちょっと。やっぱ秋田県。基本秋田県って全てに対して遅いよね。あと岩手県の方がいいバスだね、これ。うん、なんかチェーン店が入ってたって秋田県って言うの最後の方でしょ。これ、これ。70キロも出てる。ダメでしょこれ。60でしょ普通。標識のない道路の制限速度は60キロだね。知ってますよ。まあ、プラチナぐらいは多めに見てもらえるんでね。70キロぐらいは大丈夫ですよ。山崎出てきた。やったやった。山崎、いや、やった。コンビニ唯一の、いや、あ、儲かってもわかんねえからスタッフ募集中になってて、いや、もう独占だもんね。ここもこの人もわざわざ歩いてコンビニに来るから、これ、ああ独占。まあ、何もないとこをちょっと走ってるなって。じゃあまた東門店に入った。あ、四つ目に入った。東門
いやすごいなぁ。もうあんた畑仕事しか楽しみねえべよ。もう草つ土でってもうねえ、水仕事しかねえべよ。ねえ、やったな。やった。ここは無理だな、俺ここは無理だ。なんぼのどかでもここは住みたくない、俺ダメだこれ。でここは私ね。でもさ、こことかさ、よっちゃんが前行きたいって言ってる、住みたいって言ってる白川郷的なのって一緒の感じじゃないの。山に白川郷まだまだあるよな。よだってあそこカチャッとした観光地になってるもんね。ここなってないでしょ。